続いて、えー、くーちゃん女性53歳の方ですね服飾専門学校に通っていた17歳の時に14歳からお付き合いしていた3歳年上の彼と周囲の反対を押し切り17歳で結婚そして長男誕生21歳で長女が誕生。 そのまま楽しく過ごせるはずだった私の人生設計が独身気分が抜けず自由気ままに遊び続ける主人に呆れ果て22歳で2人の子供を連れ離婚医者料も養育費ももらえなかったけどその子供たちもそれぞれ家庭を持ち孫もできて今となればこの子たちを産んでよかったと思えているんだから若年 結婚でもいいじゃん。重いねー。重いじゃんじゃないのよ。<laughs> いやー、まあ、これはいいじゃんに落ち着いてるけど、いろいろあっただろうねー。53歳。でも53歳、年上だね。結構年上だね。と思ってたけど、もう近づいてるな。俺49歳なんだもん。 4歳違いよ。4歳違いででももういるのか。22歳の、そっかそうね、結婚が早かったからね。あでもまだ53歳だから、これから恋愛したっていいじゃん。